はい、おはようございます。アングラーズリパブリックの沼田です。今日はですね、こちらメタルウィッチ F シリーズね、これをね使ってですね、今これ日本の近海なんですけども、釣りをしていきたいと思いますね。スロージニングですね、狙いはねグルーパー、ハタですね、それから青物、マダイ、多彩な魚が狙えるフィールド、早速ね釣っていきます。メタルウィッチ、この F シリーズね、パワーラインナップは632から始まって、3パワー、4パワー、5パワーと4種類ですね、あります、まあ、メタルウィッチクエストの、パフォーマンス、しっかりね引き継いだろうと、今日はねそのパフォーマンスをね、ご覧いただきたいというふうに思います。よし、ね、今ね、スローブラッドの L、これをね使って釣り始め、一発目当たりましたね。かなりボトムの近く、ホールで落とし込んでいくところ、ロングの横向きのホール、これがね今切った状態で、まあ、今ねサイズこそ、そんなに大きくないですけど、スロージギング、これの時の竿のファイトの角度っていうのはここが基本です、ね、これ以上ね上げてこうポンピングしたり無理やり上げていくことのない、ファイト、これをね大型魚である時には特に注意して、やってきますね、これがね日本の旗、これ赤旗ですね。ね、一発目気持ちよく当たりましたね、メタルウィッチの F シリーズのね今これ634パワーから入ってます。でもうちょっと活性があるなって思えばね5パワー使って、日中どんどん活性落ちてきたら、これを例えば3パワーもしくは2パワーという形で使い分けます。まず一発。ね、今朝一番、釣りしているところで、ベイトとしてはね、ちょうど今使っているロングのサイズと同じぐらいのイワシ、もしくはねそれより小さいのが、中層から下、餌として入っている状況です。で、まあ、グルーパーでもね何種類か、狙うことができます。で今 40m から 50m といったところを釣っていくんですけども、割とね朝一番活性の高い時はね少し大きめのアクション、ロングフォールも織り交ぜながら、場合によって水中のイメージだとねジグを少し飛ばしていく。でまあ、その日その日なんですけどね、まあ、今みたいにこうリーディング使って基本的にティップをこう返していく釣り、これがね、F シリーズメタルウィッチ、メタルウィッチクエストともに共通する、まあ、スロージギング専用ロードの特徴、ティップフォアがあるんですね。これでこう弾いて、でこのアクションプラスロングフォール、竿を大きく持ち上げて、で実質フォールで食わしていく、ね、この2つを、融合しながら釣っていきます。で結構ね反応はねその人の日結構ね、どっちに偏るかっていうのがありますんで、それをまあ見極めていこうといった形でね、竿は操作していきます。で、まあ、あくまで竿のパワーは魚の活性に合わせていくという形で、まあ、今ね4種類あるうちの上から2つ目、イメージとしてはねここを起点に、活性を見て高ければ、強いところ、火星落ちてるなと判断すれば633、632と、さらに落としていくという形でね低火星の魚に合わせていくことで口を使わせる。海としてはねマダイがあって青物、可能性があります、ね、そうなってくるとまた狙い方としてはどんどん上げていくか、場合によってはねマダイなんかもベイトフィッシュ食ってる時は割と早い動きで、当たってくるんですけど、これがね甲殻類カニとか、エビイカのようなね、もしねスローにこう誘ってあげるものの時は竿を下げながらねこういったアクションで、誘っていきます。でこれがね、基本的に小魚を食わない魚に向けてはすごい有効になる。その時は竿を634から633ないし632の、竿のようにティップがね割と静かな竿、それにこう持ち替えていく。60m ぐらい来たところですね。
ボトムからやっぱりワンアクションだね。またちょっとそこの方の刀ですけどね、ハヤメカサゴっていう魚なんですけど、深いんでね少しめでちゃってますけど、これねちょっとだけこうオレンジの深いところにいる魚ね。もしねこの操作はロングポールとピッチを刻んでいく釣りのちょうど中間の要素で、竿はジャークを入れながらもリーリングを入れていくことによって、特にロングみたいなジグはこう横にこう滑走していくんですね。でこの距離を取りたいときは今みたいなアクション、特にね青物のときは有効になります。で高活性のグルーパーやるときも結構あいつは泳ぎますんでね、パパパパって泳いで食ってきますんで、そういうときにはね今みたいなアクションも有効になってくる。いろいろね朝一番試していく時間帯です。どの反応がいいのかな。で自分が使っているねリールの糸巻き量、これはね把握しておいた方がいいです。ことねバーチカルのこういったスローの場合は本当にね10センチ刻みぐらいのレンジの把握、これが必要なんですね。今自分が使っているもので、1回転だと90センチというのをね把握しておくと、3回巻けば2メーター70上がってます。でそうなってくると、じゃあどのレンジで次は、ね、仮に当たりがあったらじゃあもう1回再現していこうかというのが可能になってくるんで、これねギア比だったりモデルによってね糸巻き量変わってきます。そこら辺は常にこう把握しておくというのはねスロージーニングで非常に重要な要素。今のねボトム着手で壁際についてるである魚、割とこう今までちょっかい出してたんですけど、これはねちょっかい出してるのでショウタ、そんな中ね今みたいに少しこうソフトにしゃくってあげたところですよね。今反応してきたのはねあれねじゃないね、ノーマルのカサゴ、やっぱこう浅くなっていくところだから魚種が変わってくるんですね。その10メーターごとに魚が種類が変わってくる。結構やっぱりこういうね、リズム自体がやっぱりスローな展開になってきますんで、スピードジギングみたいにしゃくってる間にガッとフッキングしてね次のしゃくりでフッキングが決まるということが少ない釣りです。割とね明確に当たりが出ます。ポン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 ねライトが伝わってくるんで、まあ、それを感じてこうフッキングしていくわけなんですけども、フッキングもねこの位置からフッキングしてこう立ててしまうのはこれは NG。 あくまでここで当たれば巻いてここから合わせてあげるね、それによってねロードに対するダメージっていうのは確実に減る上に、合わせっていうのはね実際はねここを使っていくんですね。なんでパッドを使う合わせっていうのはこれを回して合わせるんじゃなくて、実はね少し引き気味にして合わせてあげることによってここを使って合わせていくことが可能になります。ちょっとR入れて様子見てみようかな。それでもし反応がなければ今度ロッド持ち帰ります、ね、634から633、少し活性落ちてきたかな。また一番ほどこうちょっと当たりがね、出てない状態で、まあ朝一番ちょっと活性のいいのをロングで探ってて、ここでまたちょっと今反応が落ちてきた感じなんで、ここでジグ変えて、それで反応がなければ竿を一つ柔らかいもの持ち帰っていく。多分まあおおむね
今ぐらいまでが割とこういわゆる朝まずめパターンは、うん、潮が今日ずっとだらだら11時までこんな格好だと思うんで、まあ、あとは潮変わりのタイミングがどう出るかな。さあ、L からね、あるちょっとね魚の反応変わってきたんで、竿を持ち帰る前に一回ジグのね反応どう変わるか見てみます、ね、これで反応なかったらちょっと竿を3人持ち帰りましょう。持ち方の特徴としてはね、スローブラッドの S、 それからロング、これはね割と真横に落ちていくんですね。で今使っている R だけはね少し若干尻下がりでパパパパパッと早めに落ちてきます。でそういったねちょっと落ち方の違いに対する反応もみたいな、少しねやっぱり日が出てから時間が経ってくると徐々に魚の活性が落ちていく。すっごいゴツゴツしてるけどね、今またね徐々にこう少しずつ落ちてってる。もう先のところが、根のピーク、活性のいい個体がいればねその上につくんですけどね。こうね、例えば今のはロングフォールしてたんですね。でロングフォール3回入れます。その時リール1回ずつ回します。そうすると、まあ、これ90センチ、 2m70 上がってます。で本来はそこから 2m70 落とさなきゃいけないんですよね。そうすると平らだなと。だけどそれが次に落とした時に 1m しか降りなかったら、その落差 1m70 分は地形が上がったって把握する。でそれだけにこう自分が今、何回リールをしゃくってるか、何センチ上にジグを持ち上げているかを把握している、ね、これによってごくわずかなそういった地形の変化なんだけど把握できると、そこを集中して釣っていくことになるのでより釣果が伸びる。やっぱりねこう潮がこう効いてくるとね、そういったわずかな起伏の上にベイトが溜まりやすいんですね。それを狙ってね、フィッシュイーターが活性上げてその周りにいるというような形で、結構ね慣れるまではねフィッシュファインダー見ながらね、その自分の感覚とフィッシュファインダーこう合わせていくと、それが非常につかみやすい、うん、ここに来てね太陽がだいぶ上がってきました。でこのね時間帯になって、まあ、朝一パタパタとこう当たりをもらい3634で、ここねロッド持ち替えます。これねメタルウィッチ F シリーズのね633糸とかを落とします、ね、これでちょっと反応を見てみましょう。魚の活性自体は、ね、だいぶちょっと落ち込み、ね、ここでいかに口使わせるかという形で、ちょっとロッドパワーを持ち替えていきましょう。 S の180入れていきます。今のはね、ホールのラインを止めていく気持ちいい当たり方してましたね。今ね、スローブラのエース、少しね、こうホールスピード落として、やっぱりね、少しね、日中、日が高くなったタイミングで、634から633にね、変えてあげたところですね、気持ちいい当たり方。で、あとね、抜き上げの時もちょっと注意点。で、竿をね、立ててね、抜いてしまうとね、魚がね、結構小さくてもね、ダメージ、破損につながりますんで、このね、抜き方、この差をね、角度をね、保持していきます。ね。で、これ、このまんま、上げてあげるんですね。これ。これでね、まあ、ロッドの破損というのはね、大事してくる。ね。これちょっと覚えておいてもらいたいポイントの一つですね。ね。よし、すごいよ。餌がっつり食ってるんだ。ほら。これカサゴです。アヤメカサゴ、ね、サイズとしては今使っているこのスローブラの S と結構同じぐらいじゃない。オーナイス、
ました。やったー、イエーイ。ジグのセレクトも朝一番ロング、ね、そこから次に R で今ね、日中になって S と、まあ、使い分けてね、どこで反応が一番いいかというところをこう探っていくわけなんですけども、まあ、朝一番ね、活性の高い魚を想定してね、少し速い動きにも対応できるロング、そこから入って、ね、次にね、フォールスピードを上げていく方向で R で、いよいよフォールスピードも落としていこうと。でなおかつコンパクトなシルエットを実現している S、ね、これをね、その日のうちの活性に合わせて竿と同様回してね、ローテーションしていく、それによってね、その日の一番のヒットパターンを見つけていく、このね、絞り込みこそがね、スロージギングの楽しさ、ね、醍醐味です。ボトム付近です ね、 633、ね、少しリサイズ、ねね、今ねボトム付近、ね、結構ね前あたり小さいのがねココッと出て、そっからでした ね、 S の180ゼブラグロ、ね、魚ね、まあ、これまだ走ってないですけどね、ロープはね、この角度も欲しいですね。見えてきたよ。おお、やったー、ありがとうございますすいません、大きかった。よし、やりましたね。ねえ、大きかった。今日の本命です。ね、日中ね、だいぶ太陽高くなってくる時間帯で、朝一番、634から入って今メタルウッチ F の633、ね、ここも近いと、ボトムはね、きれいにね、丁寧に丁寧に釣ってたところでやったぜ。はいね、というわけでね、今日はね、一日、このメタルウッチ F、ね、これをね使って釣っていきました、ね、本命の、ね、グループの旗、出ましたね。2種類ね旗あります。で、あのサイズがね、やっぱり出るっていうのは、ね、何よりの魅力、ね、で日本でも珍しい魚もね結構顔出しました、ね、スロージギングの醍醐味の一つですよね、ぜひね皆さんもこのメタルイッチ F 使ってね、いい釣りしてください。